さん、私熱海に行くの。そう、一泊旅行のお供なの。だから向こうに着いたら久しぶりに温泉に入ったり美味しいごちそう食べたいななんて思ってるんだけど。青山さん、人そこで誰と話してんの。いや別に。だったらさっさとバス乗んなさい。もうすぐ出発の時間ですよ。はい、わかりました。3ヶ月の先輩。3ヶ月だけ余計ですよ。なんか誰か覗いてるような気がするんだけど、まだ一緒なの。ついてないわね。でもね、先輩だけだったらまだいいんだけど、もう一人ものすごい人がついてくのよ。青山君、おはよう。おはよう。おはようございます、社長さん。本日は私どもバスガイドの勤務状態を視察のためにわざわざご一緒くださるそうで、誠にご苦労様でございます。いやー、なんのなんの。しかし今日はいい天気だな。そうですね。あー、煙も見えず雲もなくか。絶好の旅行日和じゃないか。いやー、ビューティフル、ワンダフル、楽しいな。さあ、行こう行こう。熱海の海岸散歩さら。あれがうちんとこの所長ですって。あれでいいのかな。皆様、こちらが今夜お泊まりになる熱海後楽園ホテルでございます。さて、こちらには皆様ご覧の通りに遊園地やそれから釣り堀、建物の中にはボーリング場やゲームコーナーなどの楽しい設備がいろいろとあるのでございます。今夜当レストセンターにおきまして大マジックショーが行われますので、どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。人の言うこと横から取らないでくださいよ。何ブツブツ言ってんの。ではホテルの方へご案内申し上げます。ご案内だよ。分かったんすよ。これはこれは所長様、わざわざお越しいただきまして誠にありがとうございます。何何、これも仕事のうちの一つでしてな。それはそれはご苦労様なことで。とにかくお客様の方よろしくお願いします。あ、サービスは十分にさせていただきます。結構です。ところで所長さんには特別に良いお部屋を用意してございますので。なんとおっしゃる営業主任、それはいけません。私はあくまでもお客様のお供をしてきた一バス会社の従業員ですから、そんな特別扱いはいけません。まあまあ、そうおっしゃらずに、大変眺めの良いお部屋でございますので、ぜひ。眺めの良いお部屋。あ、そうですか。あ、まあそうおっしゃるとお断りするのはなんですが、それじゃ一つ。ではご案内。あ、どうぞ。オーワンダフルビューティフル、なんという素晴らしき眺めかな。今日は久しぶりにゆっくりと温泉でも使ってうまいものを食べて、できれば芸者など呼んでね。うん。で、一杯もらうか。そう。俺、そんなにいっぱい、俺、お迎え。いや、誤解なすっちゃ困りますぞ。私は何もですな、この、汚職をしようというわけじゃないですよ。私は常日頃ですな、所長としての重大な責任を負って生活をしとる。ですから、たまにはこうやって息抜きをしようと、こういうふうに考えてたしないです。所長さん、誰と話してるんですか。いや、誰と話してんの。何ですか、君たちは。ノックもしないで。いえ、再三ノックしたんでございますけども、お答えがなかったものですから。はい。うん、何の用ですか。はい、ただいま、お客様全員のお部屋の割り振りが終わりましたので、ご報告に上がったような次第で。はい、ああ、そうかね。それはご苦労さんだったね。では、君たちもゆっくり休みたまえ。はい、そうさせていただきます。なんとおっしゃる所長さん。私どもは遊びに参ったわけではございません。KM 自動車のバスガイドとして、あくまでも任務には喜びと、情熱を持って当たらなくてはなりません。心に太陽、唇に歌う。ああ、女一匹、花の観光、バスガイド。おいおい、君ね、一体何を言いたいの？ですから、あくまでも私たちは、たとえ10時間であろうとも、常にお客様へのサービス精神を忘れることなく、誠心誠意、心からのサービスに努めるつもりでおります。えらい！君のその立派な態度は、帰ったら丸山主任によく伝えておきます。待ってました、そのお言葉を。なんだ、要するにごまするか。黙れ後輩、気をつける。島田花江、他1名、ただいまよりお客様へのサービスに出発いたします。うん、ご苦労さん。では失礼いたします。いらっしゃい。こいつってんだよ。はあ、あいつだんだん丸山主任に似てきたよ。おしまいですね。あ、こちらでございます。
ごめんなさい。自分でやりますからいいです。そう、お嬢様怒らないでね。お詫びの趣旨取り上げる。いい、見てて。いかがでございますか。どうぞどうぞ。どうも申し訳ない。運転手さんたちもどうぞ。今夜よろしいんでしょう。君たちも遠慮なくやってばい。そう、やりましょうやりましょう。ああ、いいな、男の人たちはお酒なんか飲んじゃってさ。まったくだ。何言ってんです。私たちは遊びに来てるんじゃありませんよ。分かってます。女一匹、花の格好をバスガイドって言うんでしょ。そう、分かってればよろしい。お嬢さん方、いかがでございますか。あ、申し訳ありませんが、私たちは遊びに来たわけではありませんので。何言ってんです。のご好意をお断りする人がありますか。だって例えば…シャラでは、遠慮なく頂戴いたしますお嬢さん、いかがでございますか。そうですか、じゃあ私は…あなたは未成年です。ですから、後輩の分もこの私が代わりましてじゃあ、これ置いていきますんでね、じゃんじゃんやってくださいね。どうもすいません。どうも。あ、すみません、ほら。わかりました。何で仕事へ。なんだ。いや、なんでもありません。さっきのおじさんだわ。いやどうも。あの、誠にお話して失礼でございますが、あの、先生どうなさいましたか。先生、あ、こちらあの、うちでキーツをやっておられる宮沢天丼さんで。ああ、そうですか。私は警務自動車の東京営業所を預かっております所長の大竹でございますが。ああ、やっぱり。やっぱりと申しますと、どっかでお会いしましたかな。大竹当番兵わしの顔を忘れたか。大竹当番兵、わしの顔…小隊長殿思い出したか。いや、懐かしいな、おい。はあ、お懐かしいございます。あ、これ、これどうも。これどうも、失礼しました。どうも。まったく、貴様、軍隊時代は最低最悪の当番兵だったが。申し訳ございません。やっぱりそのおっちょこちょいは治らんな。はっ、お恥ずかしいございます。聞いちゃった、聞いちゃった。所長さんの前は最低最悪だったんだって。だらしね。ララ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 ラン。ラン。ビールの 2,3 杯でこんなに酔っ払っちゃって、本当にもう。何言ってんすよ、私は酔っ払ってなんかいませんよ。しかし、いい気分。草津、酔いだから
どうしたかしら。ほら、取れないでしょ。本当に大丈夫？大丈夫よ。こんな家庭入れて。心配だな。大丈夫よ。ワン、ツー、スリー。ほら、取れたでしょ。うわぁ、ほんとだ。かっこいいじゃない。もう一回やりますよ。これもう一回。誰か来たわ。ここ他の人入れちゃいけないわ。早く、隠れて。ガミガミ、言いなさんな。何年ぶりに昔の部下に会ったんだ。少しぐらい飲んだっていいですよ。いけません。はい、飲むときっと何か失敗するんだから。大変ですよ。早く着替えてください。たまちゃん何してんの？出番よ。早く着替えなさい。はい。ワン、ツー、スリー。ねえ、何やってんの？いや、わかるじゃないか。大マジックショーじゃないか。大マジックショー、ヨーバーナ。同じ人間が二人も三人もいる。さあ、大マジックショー。それが、君は酔っ払ってんの？何言ってんのよ。おばちゃん、私酔っ払ってなんかいないわね。所長さんが誰もいる。なんということ、本当に誇り高き我が軽無自動車のバスガイドがなら、なんという晴れ地な声を出すんですか。青山遥が最低最悪のバスガイドだと思ったら、君の方がよっぽど最低最悪のバスガイドじゃないか。何言ってるんだ、おめえだって最低最悪って言われたじゃんかよ。青山遥、どこにいる。そこにいるの遥かじゃないの。まずこれなる箱を改めさせていただきます。ご覧の通り空でございます。何にも入っておりません。この空の箱にこれなる美女を閉じ込めまして、一瞬のうちにかき消してご覧に入れます。ワン、ツー、スリー、トップ。あれ確かに青山遥かのようだが、私も酔っ払ったかな。なんだよ。いや、私知りませんよ。たまちゃん、すいません。楽屋に人を入れるなと言っただろ。ああ、次は巨大なるカードという魔術をご覧に入れます。大なるダイヤの空間であり、何にも入っておりません。何してらっしゃるんですか。このダイヤからダイヤのクリームを出してもらいます。こんなところにいたの。あんた随分髪の毛な。ワン、ツー、スリーの吹き声ともろともに絶世の美女が出てまいります。3ヶ月の先輩向かって。ワン、ツー、スリー。おかしいことはないおっさん。今度はあのメストラル。すいません、あの別に悪気があったわけじゃないんです。ごめんなさい。もういいわよ、そんなこと。ああ、困ったな。裏方さんどこ行っちゃったのかな。あ、そうだ、あんた手伝って。私何するんです。
は空中不要の術であります。これなる少女を宙に浮かせてご覧に入れます。これ前に出す、前に出して、はい、乗る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 、動いちゃダメですよ、いいですか、はい。はい、満足にできんのか。そうだ、最低最悪の所長だ。いや、誠に申し訳ございません。まあ、この人たちの問題はさておいて、先生、舞台の方何とかしてもらわなきゃ。それはもう表情分かってるんですよね。何しろ玉どんがこの状態じゃ。じゃあ私にやらせてください。玉どんちゃんを怪我させてお詫びに何でもいたしますか。お願いいたします。また君は恥をかくのか。はい。揃えての剣差しをご覧に入れます。何やら不吉
すなよか。ではこれからこちらのお二人に箱の中に入っていただきましょう。何しろ本邦初公開なので、もしかするとうまくいくと僕たちがしちゃうかもしれませんわ。ブヤーブヤーブヤー、やらこの回待ちます。逃げるやつなんか、おい大竹、上官の命令が聞けんのか。いや、そうじゃないとなりますが、季節は嫌であります。3ヶ月も先輩で逃げてなさい。助けてくださいよ。私はまだ会社でいろいろやることがある。まだ聞きたくない。やだ、乙女がいなくてこんなとこで無駄に死なしたくない。はるかちゃん、あら、もういいの？ゆうべ大変なことさせちゃったわね。うん、私の方こそ本当にごめんなさいね。いいのよ、これお土産にあげるわ。これもらってもいいの？いいのよ、これならあなたにもできるわ。わあ、嬉しい。どうもありがとう。じゃあね、さよなら。よし、これで今日はお客様にサービスしちゃおうっと。先輩、あの面白い手品を教えて差し上げますから。ええってな。じゃありませんか。大丈夫、ちょっと大丈夫ですよ。さあ先輩、腕を出してください。取れるんだろうね、ちょっと。よっ、バッシャッと。はい、ここでハンカチを取り出しまして、いいですか、パッとかけるのでございます。そうして、ワン、ツー、スリー、シャッ。皆様、左手に見えますのが右、左です。私から見れば右。まもなく、左の、右、あの窓に見えますのが お宮のお罰でございまして、お宮の罰。通り過ぎちゃったよ。通り過ぎましたか。あ、そうですか。次は、どうだ、しっかりしろ。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。次はですね、何をやってんの。なんせ慣れないもんでございますって。反対言うか。あの二人目、帰ったら覚えてろよ。またうまくいかなかったんだわ。 TBS チャンネル2。 What she's doing now is tearing me apart, filling up my mind and emptying my heart.I can hear her call each time the cold wind blows, and I wonder if... 1965年放送。故国の不滅を信ず。今よみがえる伝説の番組。8月は栄光の旗。優勝？馬術のオリンピック金メダリスト西武一。大丈夫だ。彼の祖国に対する愛情と戦争の悲劇を実話をもとに描く。日本人の勇気を世界に知らせてやりたいのだよ。罪悪感もある。不倫だけはしないって思ってたが、スイートシーズン。それなんて、不倫ってさ、嘘をどんどん重ねてくもんなんだね。結婚してくれるんでしょうね。松嶋菜々子、椎名桔平共演のラブストーリー。不倫の関係ながら相手の家庭を思い苦悩する25歳の女性の心を描く。返してよ。私どんどん後藤さんのこと追い詰めてるのかなって。妻との離婚が成立すれば。大人気ゆるやか部活アニメが登場。私この部に入部します。ゆい、リツ、リオ、つねぎ。桜高校軽音楽部は BGM の放課後のティータイムが大事。まあそれはそれとして、真面目に学園祭デビューを目指します。軽音楽部放課後ティータイムによるライブを開始します。アニメ軽音、お楽しみに。私行きます。あ、よろしくお願い。女性探偵が追い続ける残酷な真実。背後に大きな嘘を隠しているケースが多いものです。滝本美織扮するヒロインが愛犬マサと共に挑む難事件。解放されたいのかもしれない、自責の念から。どうか許してくれ。
と謎は解けます。やがて彼女たちは知る残酷な真実を。 CS 初登場、宮部みゆきミステリーパーフェクトブルー、8月19日スタート。サンカレアって知ってる？清楚でつつましくていいよな。何でもします。お薬の実験台になってるよ。清楚で可憐なお嬢様、サンカレア、享年15歳。なんで笑ってられるんだよ。史上初、ゾンビに燃えちゃう青春ラブストーリー。私がゾンビになったら。アニメサンカレア、お楽しみに。痛みを感じないっていいですね。沢田研二主演音楽劇、探偵悲しきチェイサー2、テレビ初独占放送。沢田研二演じる探偵が事件に挑むサスペンス劇。今年3月にサザンシアターで収録した公演をノーカットでお届け。8月25日午後9時オンエア。巨泉のクイズダービー。1976年から16年続いた伝説のクイズ番組、倍率ドン67236。最初は固く原平さんに1000点、はい、圧倒的な正解率の原平や三択の女王竹下恵子など数々の名場面が TBS チャンネル2でよみがえる。毎週土曜午後0時30分放送中。8月は陣内孝則特集。見合いの席では意味不明。僕のお見合い日記。どのようなお仕事。 TBS 系列5社が総力を挙げて共同制作したドラマ、陣内孝則扮する独身警察官がお見合いのために日本列島を駆け巡る。お見合い、運命の相手は見つかるのか。お楽しみに。あんたで頼まん。結婚したいでしょ。まだチャンスはいくらでもあるんだから。お客様大丈夫ですか？もうね、すぐ気分良くなりますからね、しっかりしてください。
カイトさん、ああ、なんて優しい茶だ。死んだおふくろの手を思い出す。おふくろさん。おふくろは僕が9つの時に死んだんです、まあ、君のような素敵な人と知り合って、それだけでも日本に帰ってきた甲斐があったな。7つの海を渡ってきたけど、君のような素晴らしい女性は世界中にいなかった。長い間海にいて、よっぽど女の人に飢えてたんだわよ。あさって僕の船はインド洋に向けて出航します。明日また会っていただきますね。いいでしょう。痛いわよ、そんなにギュッと握らないでよ。だって私がさ、ギュッて握られたんだもん。ロマンチックね。それで、あなたどうしたの？もちろん OK したわよ。だって明日1日しかないって言うんだもん。あら、だってあなた明日乗務でしょ、うん、それがね、また私のバスに乗ってくれるんだって、うん、わー、たくましいマドロスと美しき乙女の恋、メドドドみたい。君の名は青山春香。何が君の名前だ。あなたのお名前は原田修一。青山さん。はい。皆さんに主任さんからの伝言があります。最近当社のバスガイドたちの接客態度について、お客様より数々の賛否両論のご意見が寄せられています。賛否両論。あ、つまり褒められたりけなされたりしてるわけだ。あなたは違いますよ。あなたは賛否のピの方でしょ。それで私たち委員会では積極的にガイド自身の手で皆さん方の接客態度を調査することになりました。あの、調査するってどうするんですか。明日から選ばれた調査員が一人ずつ皆さんのバスに乗り込んで、皆さんの乗務ぶりを採点します。この結果は会社にも報告され、皆さん方のボーナスにも大きく影響しますから、特にしっかり頑張ってくださいよ。わかりましたか。はい。青山春香。はい。早速ですが、明日のあなたのバスに私が調査員として乗務することになりました。先輩が。そうです。寮母兼指導主任兼調査員なのです。困ったな。おはよう。原田さん。約束通りまた来ました。でも今日のは昨日と同じコースですよ。構いません。僕が見たいのは景色じゃなくてあなたなんですから。まさか。お客さん早く乗ってください。後は使えてますから。ああ、どうも。じゃあね。おはようございます。おはようございます。どう、素敵でしょ。あなたボーイフレンドからそんなこと言われたことあるかしら。私って本当になんかモテるというから。何してんですか、青山さん。はい、わかりました。右手をご覧くださいませ。東京タワーでございます。左をご覧くださいませ。霞ヶ関ビルディングでございます。正面をご覧くださいませ。素敵な素敵なマドロスさんでございます。あのガイドさん。はい。何か。あの、ここはどのあたりでしょうか。虎ノ門ですね。いや、私が聞いてるのはね、何松の何丁目かって聞いてるんですけどもね。ちょっとわからないんですけど。何も知らないと。でもそんなこと誰だって知らない。私は今日はお客様ですよ。その客様に向かってですね、あんた口答えするんですか。接客態度悪しと、睨んだと。ああ。客に媚びを売ると。どうしたらいいの。最低最悪と。全く嫌な奴に当たっちゃったわ。あの人はね、私たちよりもたった3ヶ月しか先輩じゃないのにね、それを傘に着て威張り散らすのよ。本当に嫌になっちゃう。いいじゃありませんか、そんな人のことは。美しい君にジェラシーを感じてるんだ。そうかもしれないわね。まあ、かわいそうな方。そんなことより、僕たちにはもう時間がないんだ。限られた時間を大切にしましょう。そうだったわね。君のうちのことを話してください。僕は君のことが何でも知りたいんだ。私のうち。私のふるさとは大島で、それで私のパパは。お父さんは何してる人だったかしらね、あれは。は？いや、なんともないんです。あなたと一緒にいるとなんかこう、ぼーっとしちゃってね、何もかも忘れちゃうの。あ、それよりあなたのことが知りたいわ。船の上の生活って素敵なんでしょ。男ばっかりの殺風景な世界ですからね。一週間も10日も海ばかり見て生活してると、時折見える鳥や魚の顔まで友達のような気がしましたね。
何してるんですか、こんなところで。いや、つまりお客様は大切ですから。お客様は一人だけじゃございませんわよ。他のお客様掘りっぱなしにして、さっさと行きなさい。はい、はい、はい。あ、はるかさん。ちょっとお待ちになって。はい、今後、あなたのお相手は、この私がいたしますわ。はい。私、島田花江と申します。強きをくじき弱きを助ける。まあ、お花に例えれば、白百合かお見直しの花なんて、皆さんおっしゃってますけどもね。皆様、そろそろお別れの時間でございます。名残はつきませんが、無事な航海をお祈りしているのでございます。行かれてると。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございます。はるかさん、それじゃあきっと手紙を書きますから。せっかくの貴重な一日を嫌な先輩に邪魔されて本当に残念でしたね。でも僕たちは若いんですから。いいんだよ、によろしくね。ちょっと何してるんですか。さようなら。それじゃあはるかさん、おかえりなさい。あ、おかえり。お疲れ様。どうしたの？なんか悪いことでもあったの？そうなの。あいつのおかげで素晴らしい恋も台無しなのよ。やっぱりそんなことだと思った。青山遥か、ほんとに嫌なやつなんだから、まったくあいつは。何？あなたのことじゃないんですよ。3ヶ月先輩のことなんですよ。3ヶ月先輩はこの私ですけども。皆さんに報告します。今日皆さんのバスに私ども委員の者が一人ずつ調査員として乗り込みましたが、その結果を発表します。水沼玲子、はい。あなたは95点。言葉遣い。接客態度とも抜群です。それから畑野陽子さん、はい。あなたは85点。まあまあって取るとこね、はい。中川明美、はい。それから小原すずよ、はい。あなた方は70点。だいたいここまでが9大点です。はーい。今の返事の仕方が悪いからマイナス5点。川村太、はい。あなたは60点。まだまだ勉強は足りませんよ。しっかりしなさい。ではこれまで。私の点数の採点。あなたは問題外。採点の対象にもならないの。採点の対象にならない？うん、マシって言えばマイナス20点。マイナス20点。というようなわけで、平均この部屋の成績は最下位です。全員1週間、お便所掃除の当番を命じます。またお便所掃除だってさ。一体誰のせいかしらね。あなたと同じ部屋だから、私たちまでも大迷惑よ。そんなに言わなくてもね、もう済んだことだから。もう済んだことだから、もう許してあげましょうよ。何言ってんねよ、自分のこと。はい、誰？青山さん、面会よ。え？もしかしたら男の人じゃ？そうよ。あー、秀一さんだわ、きっと。どうしましょう、どうしましょう。ちょっと、置いて。はるかさん、青野さん、この辺りにかっこよくってこうたくましいね、マドロスさんいませんでした？いえ、誰も。おかしいな、私に会いたい男の人がいるって言われたのにな。会いたがってるの僕なんですけど。あなた。さよなら。待ってください、はるかさん。君に話があるんだけど。またどうせ好きだよとかデートしてくださいなんて言うんですよ。君明日休みでしたね。ほーら来た。僕と一緒に鎌倉行ってほしいんだけど。やっぱり。一人足りないんです。足りない。ここの団体割引は15人からでしたね。ところが14人しかいなくてね。ん？あなたの分僕が出しますから。じゃあ何ですか？私が
お金を払ってお客さんになって、うちのバスに乗って行くんですか？ええ、たまにはいいじゃありませんか、お客さんの身分になってみるのも。明日の鎌倉行きのバスって誰かしら？ガイドは島田花江さんです。あいつ？ええ。君が行ってくれると僕は楽しいんだけどな。いいわ、行こう。シャバシャバラ、シャバシャバラ、シャバシャバラ。真心の旅行者の皆様、鎌倉行きのバスはこちらでございます。さあどうぞどうぞ、さあどうぞどうぞ。さあ何でよ、だよ君。うちのお客様の方がね、先にお付きになったんだから。先回ってもないでしょ。我が社は500円も高いデラックスコース。お宅様のお客様は500円安い波のお客様ですから。波だとこの野郎。しけな、うちのお客様に。私たちは500円も高いんですよ。先に飲むのは当然でございます。やめてください、やめてください、やめてください。旅は道連れ、用はなさって、今日は人数の都合で相乗りなんでございますから、仲良くどうぞどうぞ、お客様どうぞどうぞ。真心旅行者の皆様、全員お揃いになりましたね。こちら側は大変に眺めの良い海側の席でございますよ。UI ツーリストのお客様、向こうはですね、日が当たって眩しくてですね、こちらの方が定席でございますから。皆様方には冷たいおしぼりが用意されてございます。はい、どうぞ。皆様方にはですね、吐き気を催した時のためにこのビニール袋をお配りいたしますからね。皆様方にはお土産付きと、それに記念撮影もございます。その代わりこちら500円お安くなってますから。皆様方はつまりホワストクラス、あちらのお客様はエコノミークラスでございますね。500円安いってことですね。かなわねえな、相乗りバスは。青野さんに田所さん、そろそろ出発の時間ですけど。どうぞどうぞ、我が社の方は全員揃っておりますから。すいません、うちの方は一人足りません。そんなやつは放ってこや、この野郎。なんだよ、この野郎。すいません、青山さん。おい、どうしたんだ。今日は私、お客様なの。お客様？ほら、ちゃんと切符だって持ってるんですからね。まず、朝はお客様に、おはようございますから言う。ん？なんたってお客様が第一ですからね。おはようございます。よろしい。はるか様、遅かったですね。すいません、私の席どこ？それはもちろん、僕の隣ですよ。じゃあ失礼、バスガイド様。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。さあ食べようかな。おいしいわよ。今日はこの手でバッチリやってますからね。ただいま走っておりますのが第三京浜国道でございます。これより横浜新道へ入りまして、車は目的地鎌倉へと参ります。ガイドさん、何でございましょうか。この辺りはどこですか。はい、間もなく横浜でございます。横浜の何町ですか。分からなくないだろ、そんなこと。分からなかったらいけなかったんじゃなかったかな。睨んじゃいけなかったんじゃなかったかな。お客様に媚びを売ってはいけなかったんじゃなかったかな。まあ、点のつけようがないけれども、まあ、つければマイナス20、いや、マイナス200点ってところかな。建長5年に完成いたしましたこのお寺は、年号にちなんで建長寺と名付けられ、臨済宗建長寺派の大本山でございます。江戸時代には沢庵禅師が住まれたことがございます。悲劇の将軍右大臣実朝公が別当国王に暗殺されたという悲しい物語を今も伝えるこの大銀杏は、そのことから隠れ銀杏とも呼ばれているのでございます。さて石段を登ってまいりますと、源氏の守り神鶴岡八幡宮の本宮でございます。鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におわす夏子たちかなと与謝野晶子が歌いました。これは有名な大仏様でございます。青山君。あら、運転手さん。運転手さんだ。だってそうでしょ、今日は私はお客様なんだから。何ブラブラしてるんだ、団体行動しなきゃダメじゃないか。だってあんな説明もう聞き飽きちゃったの。まったくお前はお客さんとしても最低最悪だな。まあら、周一さん。え、周一さん。はるかさん。
どうしたの、どうしたの。君こそどうして。あなた今日出航のはずじゃなかったの。積み荷の都合で一日伸びたんだよ。そう。それで君のところで電話をしたら君がいないって言うんで、一人で大仏さんを見に来たんだ。ああ、こんなところで偶然お会いできるなんて、やっぱり私たちは運命の糸で結ばれてるのね。はるかさん。秀一さん。待った。何ですか、大衆の面前でみっともない。もう。いや、あなたは。何あなたですよ、頼なさいよ、もう。何をするんですか。私たちはお客様ですよ。そうでした。本当に失礼なガイドね。そうだわね、秀一さん、今日はね、私たちと一緒にバスにお乗りになりませんか。これから江ノ島の方行くんですよ。ええ、はるかさんと一緒なら、はるか彼方まで。そうだ、はるかさん。もう席は満員でございますね、青野さんね。ええ、もちろんですよ。他の人の席ならともかくですね、こういう人の席はね。ありますあります、うちの方はまだ1枚余っておりますから。あるぞ。何しろこちらはデラックスですから。さあ、どうぞどうぞ、あなたの席はこちらですから。はい、どうぞ。さあ、はるかさん。ダメダメ、はるかさん、あなたはね、我が UI ツーリストのお客様なんです。あ、じゃあこっちに移りたいんですけど。ダメです、途中変更は。さあ、はい、こっちだ。あ、よ、はるかさん。秀一さん、ああ、せっかく席があったと思ったらもう、本当に私たちってメロドラマみたい。高いんですからね。それから右手をご覧くださいませ。霊峰富士山がご覧になれます。やっと再会できたと思ったのに、なんだか変な具合ね。でも僕たちの中はこんな紐ぐらいで邪魔されるはずは。愛に国境はないって言いますものね。明日はもう一度君に会いたいな。何時に出航。午後3時です。じゃあ仕事があろうとも絶対に会いに行くわ。はるかさん。お待ちどうさま、お食事の時間です。これがライスで、これがおかず、これがスープですから、ごゆっくりどうぞ。はいはいはい、こちらも昼食の時間ですよ。え、この中にですね、ライスとおかずが一緒にごたごたで入ってますからね。こっちはスープはないの。何しろ予算の関係で。よかったら僕の。あ、行きません行きません行きません。こちらはデラックスコース、あちらは波ですから。あなた恋してる割にはよく食べるわね。それとこれとは別問題。あ、なんかお腹空いちゃって、お腹空いちゃって、もうそれでもないわ。それでさ、あのそのマドロスさんとの仲はどうなったの。先輩をやっつけるのには失敗したけれども、恋の方はバッチリよ。明日も会うことになってるの。そのためにも腹ごしらえしなくちゃ。待ってたんですよ。本当に来てくださったんですね。そりゃあもうお約束したんですもの。よかった。来てくださらないんじゃないかと心配してたんですよ。もう出航の時間です。あったと思ったらすぐお別れなんですね。残念だな。せっかくお知り合いになれたと思ったのに。
この前優先なさったとき知り合ったのよ。私はよしこ、その前よ。私はけいこ、その前のその前。私はひろみ、その前の前のその前。私はまり、その前の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 。秀一さん、この人たちの言ってることは本当なの？ええ、まあだからつまりそのねえ、そういうのって一体誰？私、私は青山遥かといって、ついに3日前に知り合ったばっかりですけど。じゃあ新入会員ね。新入会員、うん、あなたも私たちのクラブに入らない？クラブ？そうよ、私たち秀一さんと知り合った女の子たちで友の会作ってるの。おい、どうしたんだ、早く乗れよ。おい、今行くよ。それじゃあ、安子さん。さよなら。真由美さん。さよなら。さよなら。元気でね。さよなら。さよなら。はるかさん。みんな、さよなら。さよなら。またね。はるか、うまくいってるかしらね。素敵な素敵な恋人だからね。うまくいってんだろうな。どうせダメに決まってるわよ。あの人そそっかしいもん。まあ、そう。帰り、帰り。どうだったの？マドロスさんとの恋。うまくいった。うん、まあね。どうせ